例えばここにはクッカーのお皿を立てかけておけたり、そしてこの穴はお箸やカトラリーを汚さないように立てかけることができたり、このイージーワイドスタッフバッグの中に収納することができる大きさになっています。このチャンネルは登山が趣味の私柳原が登山道具や登山で役立つ Tips を紹介してステップアップできるチャンネルです。そして山旅というメーカーは山旅日常をボーダレスに使うことができる汎用性の高さを重要視し、軽量で使いやすい、どこにもない特徴を備えた、かゆいところに手が届く山道具メーカーです。概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。こんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。今日は赤岳高専に、飲み会に来ております。僕はよく赤岳高専でキノコ狩りをしたり、またまあお散歩な感じで軽く硫黄岳に登りに行ったり、また赤岳高専にお風呂に入って、そしてお酒を飲むといったようなちょっと変わった遊びをしています。今回紹介するのは、僕がこの食事を楽しむために持ち歩いているクッカーカトラリー、そして今回どんな食事を楽しんでいるかというのをちょっと皆さんに紹介をしたいと思います。僕が今回使っている道具というのは結構山道具にも活用することができるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。まずはじめに僕が使っているのはこちら、山旅のイージーワイドスタッフバッグの M サイズというものを使っています。でこの M サイズにこのようなまな板を100均で買って、このワイドジッパーの底にぴったりと合うような形で収納をしています。で今回は作るものとしてこのようなインゲン、あとはちょっと豪華な、等級はちょっとよく忘れちゃったんですけど、ミスジと、あとなんかちょっとお高めな牛肉を持ってきているので、これを焼いて、そしてカットするためにまな板を持ち歩いています。あと今回一緒に飲み会に来たお友達がナスが好きということなので、ナスを持ってきました。そんな時にこのまな板を使ってインゲン、ナス、お肉などをカットするようにこれを持ってきてます。そして包丁は僕大好きなベンチメイドのミニバグアウトというナイフを使っています。非常によく切れるナイフで、このように片手でナイフを閉じるといったようなこと、そして開くといった、そういった対応することができて、メンテナンスも良いで、これは誕生日に自分ご褒美で購入しました。このまな板とナイフというセットで持っていってます。そしてテーブルです。今回このような赤岳高専にあるテーブルでご飯を食べるんですけれども、テント場でご飯を食べるときにはこのようなテーブルがあると非常に便利だなというふうに思うことがあって、絶賛今これは山旅のテーブルとして世界で最も軽量であり、そして使い心地に優れたテーブルを開発しています。これアルミ製なんですけれども、非常に剛性に優れていて、耐荷重4キロというものは必ず守るようにしたいというふうに思っています。例えばここにはクッカーのお皿を立てかけておけたり、そしてこの穴はこのようなお箸やカトラリーを汚さないようにこのように立てかけることができたり、またこの丸い部分はこのようなコーヒーフィルター、これ意外と知らない人多いと思うんですけれども、コーヒーフィルターをこの先端がこのように三角形になるようにカットして、そしてこのようにフィルターをセットし、そして今回持ってきているこのマグカップ、ウィルドのフォルダーカップに山旅の故事をセットしたものなんですが、これをこのように開いて、そして下からスッとさせるような高さに今開発してるんですけれども、スッと中に入れて、そしてこのような状態でコーヒーを入れることができるんです。なので大好きなコーヒーの粉をこのように持ってきて、そしてこの中にコーヒー粉を入れてお湯を注げば、マグカップの中に美味しいコーヒーが入るというわけです。これがこのテーブル一つあればコーヒーを入れることができる。これはなるべく早めに皆さんの手元にお届けできるように絶賛開発中ですので、ぜひご期待いただければというふうに思います。そしてこのテーブルはこのイージーワイドスタッフバッグの中にこのように収納することができる大きさになっています。そしてコーヒーフィルターとは別でこのようなキッチンペーパーを持ってきています。そしてこのキッチンペーパーは意外と便利なことが多いんですが、だいたい2枚ぐらい持ってきていて、フライパン、そしてマグカップなどを使った後に拭いて、そして今回1泊2日ですので、汚れたゴミなどを収納しておくのに使い古したこのようなジップロックを持ってきています。なので汚れたこのようなキッチンペーパーはこういったゴミ袋に入れて持ち帰るようにしています。キッチンペーパーあるかないかで、その後物を拭いたりとかするのに大変気持ちよく綺麗にして持ち帰ることができるので、僕は結構重要なアイテムだと思っています。そしてカトラリーはお箸、何かとお箸はやっぱり便利で、これ重量だいたい 3g です。なので僕は軽量カトラリーとしてはお箸すごく優秀だなというふうに思います。ですのでお箸を必ず持っていってるということ。ただお箸だとこういったご飯物をすくう、今回はこういったアルファ米をお酒を飲む
飲み終わった後に食べようと思ってるんですが、こういったご飯物をすくうのにはお箸だと結構ストレスを感じてしまうので、このような先割れスプーンを持っていってます。これも 7g で山旅の EC サイトで販売してますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。なのでカトラリーは 7g、3g、これ2つで 10g という軽さです。続いて調味料です。調味料は最近発売し始めた山旅のボトルセットが販売しているんですけれども、これが小口瓶で、この中にはこういったメモリがついてますので、この中には今コーヒーの粉を入れています。そしてそれ以外としてはこういった塩、そしてお肉を焼きたいので胡椒、そして物を焼いたりするときに使用する油、これは今回は米油を持ってきています。これは油を入れてもしっかりと締めて漏れづらいということ、あとはこのように先端がすごく細くできていて、これも上の部分取り外しができるので油を入れるときには非常に簡単ですし、物を焼くときにはこの後紹介するこのフライパンの中に油を注ぐんですが、ちょっと見ていただきたいんですが、このようにピューッと細く油を入れることができるので容量を調整するのに大変便利です。でこちらのボトルは今油を入れてるんですけれども、アルコールストーブを使用している方はアルコール燃料を入れたりとかするのに大変便利です。ちょっとメモリがついていないので、このようなラインがあるので、この辺で何ミリリットル入っているのかということを分量計算することができると思います。でこれらはこのように塩のケースや、またこういった大きい広い口の瓶、これらは全部ポリプロピレンだったりポリエチレンのケースで、軽く、そしてこういったちっちゃくして調味料などを持ち歩くのに便利です。続いて、これはお酒を飲むためのマグカップ、そして焼いたご飯などを食べるときに使う、これはウィルドホルダーカップのビッグです。どちらもこういった保温ケースに入っていて冷めづらく食事をすることができます。そして保温ケースに入れた状態でもこのようにスタッキングして持ち歩くことができるので、コンパクト性にも優れています。で今回はガスストーブを使おうと思っていて、大きなガスストーブに外のウィンドマスターをセットして料理をしようと思ってます。で今はまだ明るいんですけれども、暗くなった時に使おうというふうに考えている、こちらはヘクサーの UL3、 こちらは僕が知っている LED ランタンの中では最も軽量で、明かりに関してはこのように先端、そしてその後に横も白色だけ、中白色、そして中白色と白を混ぜるといったようにテントの天井に吊るすような使い方もできますし、またこのようなテーブルの上にランタンをセットしてご飯を食べるときに明かりを照らして食事をするのに大変便利なランタンです。で、細かいところで言うと、こういった LED の残りの電池容量が確認することができたり、またこのカラビナ部分は少し長めにできているので倒れづらいといった作りなど、かなりこだわった作りで、デザイナーの方知り合いなんですけれども、非常にこういった工業デザインに優れたアイテムを世に出す方で、一緒に企画などで携わらせていただいていて、とても優秀なブランドだと思うので要注目です。でライターは念のために僕は2種類ライターを持ち歩いてます。こちらはビッグのミリライター、そしてこちらは外のライターで、非常にこのように簡単に火をつけて火力が強いということ、そしてこれはこのように伸ばすことができるので、このようなちょっと大きめのまな板をフライパンを使った時にこういった中心に火を送り込むのに便利だなというふうに思っていて、これがつかなかったらこれを使うというような形でライターは2つ持ち歩いてます。そしてご飯を食べ終わった後は、こちらは100均で買った歯磨き粉、そしてまだ販売できてないんですけれども、これから販売する山旅の歯ブラシ、こちらは山旅というふうにロゴが入っていて、三つ折りにすることができるコンパクト性に優れていて、毛先もかなり細かいのでしっかりと歯を磨くことができる、そしてこのように伸ばした時にブラブラしすぎず、しっかりとこのようにカチンと固定させることができる、かなりファンクショナルビューティーに優れた歯ブラシです。こちらもぜひチェックしてみてください。そして最後に紹介するのがこちらのフライパンです。今回はこのエヴァニューのフライパンなんですが、エヴァニューのフライパンの中では最も軽量なフライパンです。アルミ製なので熱伝導率が高くて調理をするのに非常に優れたフライパンです。また別でこのフライパンだけを細かくちゃんと紹介した動画も配信したいと思うんですが、容量は 600ml、 そしてアルミでチタニウムプラズマコーティングがされていて焦げ付きづらいということ、そしてエヴァニューのフライパンの中では最も軽量なモデルであるということ。もっと軽量なモデルに例えばミニトランギアのフライパンなどあるんですけれども、このような宴会をするときに例えば
インゲンをざっと炒めたりとか、ナスを炒めたりするときにこのように振って火を通したりとか調理をすることが多いんですが、やっぱり結構ここが深いんですね。で、深いということで調理が非常にしやすいので、物を炒めるときに大変便利で、エバニューのこのフライパン最近手に入れたんですが、とても気に入って使っています。畳むときはこのようにグッと真ん中部分を押さえて、このように底に畳むような形、そして調理をするときにこれが意図せず畳まれると困っちゃうので、このように開いた後にこの部分にロック機構があるので、これをフライパン側にグッと押してあげると、しっかりと固定させて意図せず畳まれるようなことがないということ。そしてこういった深型のフライパンなので、フライパンとして使うだけでなく、ちょっとした鍋を作ることもできるので、例えば寒くなったらキムチ鍋とか、そういったものを作るのにも大変便利で、これから夏山では大変重宝する、いろんなところに持ち歩くことになるだろうフライパンです。今回は僕が持ち歩いている赤岳高専での宴会、また山での食事を楽しむために皆さんにも使って便利だと思ってもらえるアイテムを紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけた方はぜひともグッドボタンを、そしてチャンネル登録も、これを機会にぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。